そしてバッターボックスに入るのは6番に入っている中村です。怪我から復帰後2本のホームランを放っている中村、ここは五十嵐一発を要注意です。初球から思いっきり振ってきましたが空振りです。ちょっと甘い球でしたが、でも勢いで勝ってますからね。勢いで勝ってますから、はいはい、五十嵐対中村、2球目は149キロ、完全にまだ速い球というのはまだ慣れてないんじゃないですかね。そうなんですかね、2球目は首を振ってまっすぐを投げました、はい、相柄。もう変な小細工いらないと思うんですけどね。そうですか、さあ2ストライクから3球目です。外に外れています。だから遠くへ大きく飛ばそうという振りをすると余計にヘッドがもう遅れてくるような感じですからね、はい、さあワンボールツーストライク、だから球速落ちてあまりこう低くいかない方が回転じゃないですかね。そうですか、どちらかといえばローボールヒッターですからね、はい、さあここはサインが合いませんでしたね。今かなりの回数首を振りました、ね、投げたいボールはストレートなのかカッターなのかね、カーブじゃね、ナックルカーブじゃないとは思うんですけどね、はいはい、ただそんなに球種があったかなっていうぐらい首振りましたね、はい、あとはコースもあるでしょうしね。あ、そうですか。おアウトコース、素晴らしいところに決まりましたが、しかし球審の手は上がりません。まあアンパイアがね、ボールといえばボールでしょうし、はい、やっぱちょっと外れてるでしょうね。あ、ちょっと外れてますか。角度で、ね、クロスに見えますけれど、はい、気合十分の五十嵐、多分手が出なかったんだと思いますね。あ、そうでしょう ね、はい、危ない。おお、ちょっと変化球が浮きましたか、はい、今のボールの方が危ないですよ。あ、そうですか、はい、あ、はい、なるほど。確かにあのここヤフオクドームでホームランを打った時もファルケンボーグのフォークボールが抜けたボールでしたもんね、はい、特徴を考えれば、はい、やっぱりそういうバッターですからね、ただやっぱりインコースに行けないとなるとやっぱアウトローに投げるしかないでしょうね、はい、なるほど。さあ2ボール2ストライクとなっています。この速さであればねインコースでも抑えられるような気がしますけれど、やっぱり怖いんですよね、はい、怖いですか、はい。空振り三振、最後は今日のマックス151キロが出ました五十嵐。その辺が、はい、あ、やっぱ経験が少ない、ね、高谷っていうのはやっぱりリスクが高いですよね、カーブっていうのは ね、 そうなんですね。なるほど、スイング見てたら怖いような気もするけど、合ってないですよ。合ってないですね、はい、だその辺のやっぱり自分の目で確かめて、はい、やっぱピッチャーに自信持って投げさせないと、五十嵐のストレートで打たれたらもうしょうがないじゃないですか。そういうふうに考えるべきなんですね、はい、そうですよね、変に小細工して反則球で打たれるよりはね、はい、確かにファールになったあの一球変化球はちょっとヒヤッとしましたね、怖かったですね、はい、さあチャンスですよね、はい、さあ10回の表